動画を見ててくれてありがとうございます今回は2021年冬アニメ「神回セレクション」「ウマ娘第11話この気持ちって」の感想動画です東海帝王ついに走行練習開始スピカチーム他のウマ娘たちもその走りを見守りますその走りは医者からも忠告されていた通り元の状態とは程遠い状態前回の骨折が練習中ということもありますし 全力で走ることにも怖さがつきまとうんじゃないかと思います。こればっかりは時間がかかりますよね。でも、新規一点走り始めたことが大事。トレーナーも、俺はあいつがまた走っているだけで十分だと。諦めず走り続けていれば、いつか何かいいことが起こると思います。何より走っている帝王の表情がいいですね。たとえ思い通りには走れなくても、それでも走るのが楽しいって伝わってきます。 ここででちょょっっと泣きそううて人もいいたんじゃないでしょうかね。オープニング「夢をかける」歌詞の内容が物語に完全シンクロしている「アニソンの鏡」この曲2番以降もアニメ本編と進行率がやばいです見終わった後にこの曲を聴くと泣けます東海帝王にトレーナーから渡されたトレーニングは基礎トレばっかりまずは体の作り直しからスタート一からやり直すことにも前向きな帝王 トレーナーは仕事が重算で大忙しの様子ですチームのために恩返しがしたいという帝王は自ら偵察活動を買って出ますそしてまさかの松田雄作ネタネタが古すぎませんかねおじさんの自分でもリアルタイムではないんですが若い人たちにこのネタが果たして伝わるのか太陽にホイロのなんじゃこりゃーが一番有名な方かもしれないです 周りから注目される帝王カメラ目線のウィニングチケットの紹介末足抜群パワフルなレディーダービー取ってるんですね前にアプリで1回やったことがあるんですが2回目のレースを超えられなかったのでそのまま放置しちゃってます育てなきゃダメですね次はメジロパーマグランプリ連覇っていうのはすごいですねめちゃくちゃなペースで逃げるらしいですがダブルジェットしようと勝負したらどっちが勝つんでしょうか シンボリルドルフも帝王を見て苦笑いしてますが復帰してくれて嬉しそうな様子が伝わってきますライスシャワー来たーこうやってみるとすごい成績ですよね当時はライスシャワーで馬券流したら負けちゃいライスシャワーを外したら勝っちゃうという自分にとってはなかなか難しい馬でしたがほんと素晴らしい勝ち方をする馬でした朝はパンハのアプリネタ馬娘世界での幸せを願わざるを得ません 自販機でフルフルゼリーを買おうとする帝王ツッコミが一つじゃ足りない自販機の形がおかしい1.5リットルのコーラお釣りないのになぜ330円押せたんだだけど1.5リットルコーラを売っている自販機は確かに90年代に見たことがありますビワハヤヒで登場王者の貫禄すごいプレッシャーを感じる帝王炭酸抜きコーラネタえー、<laughs> いきなりバキネタがぶち込まれてきました 今回はネタ祭りですね。成田ブライアン、いやー名場姉妹です。頭が大きいネタもやりました。マシカネタンホーザにナイスネイチャー。ナイスネイチャーの声優さんの声が可愛いからちょっと調べてみました。前田香織さん。ゴクドルズの金髪の子もやってた人なんですね。諦めないツインターボの心が東海帝王へと伝わり、またナイスネイチャーへと伝わっていく。 どの馬娘たちも一人で走っているわけじゃない感謝の心はちゃんと伝えないとねとナイスネイチャーはずいなその感謝の人ツインターボ登場謎の歌を歌いご機嫌の様子帝王がついに名前を覚えましたツインターボ師匠ネタなのか感謝なのかよく分かんないですねトレーナーにカメラ目線の隠し撮りと偵察結果を報告する帝王 帝王はトレーナーと練習でいないメジロマックイン以外のスピーカーメンバーに感謝を伝えます。ここはゴールドシップのうめき声がずっとしていました。1分に1回ネタが入ってきます。夕日の中で1人練習をしているマックイン。2人で帰宅しながら感謝を伝えようとする帝王。だがマックインにはありがとうという言葉が出てこない帝王。その様子にまるで告白みたいというメジロマックイン。 帝王はテンパってしまってその場をわけわかんないよと逃げ出しちゃいますいきなりのゆり展開きた帝王にとってマックインっていうのはやっぱり特別なんですね翌朝寝不足帝王のアプリネタ帝王のことを心配したマックインのデコ合わせネタ祭りから展開がラブコミ化してきたように感じますヒーヒー言っちゃう帝王どうしてもありがとうということができない 一度意識しちゃうとなかなか自然には出てこないですよね昼間の授業は安定の居眠りターボ師匠叩かれてますどうしてありがとうと言えないのか考える帝王帝王の中のスペシャルウィークが怖い普段の印象がどうなってるんだスペちゃんはそしたら実際に登場のスペちゃん安定のタワーご飯食べ終わった後のスペちゃんの腹がインパクトありすぎ 俺の腹じゃないかそれは日本総大将なのにな2期はとことんギャグ要員のスべちゃん後ろにライスシャワーオグリキャップじゃないんだねスペちゃんは帝王にお菓子言葉で気持ちを伝えてみたらとアドバイスしますそのまま2人でお菓子を見に来たところで北さサンブラックと里のダイヤモンドのロリコンビ登場ハロウィン衣装で可愛いさマックス 北さんブラックのお守りをつけた携帯でチーズバーガー北さんブラックはほんと嬉しいよね今度は北さんとダイヤでユりの波動が急速に上昇これが尊いってやつかロリコンビの作画もすんごい力が入ってる身近な人への感謝って照れくさいっていうのはそうですよね2人とも顔が真っ赤っかこれはユり好きも絶会ですね 2人の様子を見ていた帝王は何かを掴んでマックインをハロウィンデートへ誘います。赤ずきんコスの帝王に魔女コスのマックイン。これはアプリにも実装されるんじゃないですかね。甘いものは大好きだけど普段は控えているマックイン。お菓子にうっとりしちゃっていてマックインの表情がすごい良かったです。遊ぶ2人。そうはならんやろうって視聴者みたいなツッコミはポプテピピックネタですかね。 タピオカに照明写真の伏線回収さすがにひな祭り監督さんネタが無尽蔵たい焼きでのカスケっていうのは馬つながりで巻き場をネタをぶち込んできたのかな楽しい時間はあっという間に過ぎ去るもの2人はベンチでおしゃべりタイム帝王から有馬記念奇跡フラグが入ってきましたね帝王はマックインへの憧れを率直に伝えます 帝王にとって特別な存在であるマックイン前回でたとえ帝王がどんな状況になろうともそうあり続けようとしたマックインマックインは自分にとっての憧れも帝王だと伝えます相思相愛じゃないですかやっべえ尊いですね尊いんじゃ尊すぎるんじゃー尊すぎて何かフラグじゃないかと怖くなっちゃいます 幸せ満開の11話が終了感動の涙回の後には百合の花が咲きましたねキャラクターの可愛さが大爆発した回今までの積み重ねがあるからこそ笑いと癒しの中にも感動が入ってきます各話の構成そしてアプリゲームなどの展開がとても練られていて大ヒットしているのもうなずけます 各キャラクターたちの絆も深まり、残り2話は帝王完全復活の話となるんでしょうか。でも、マックイーンに話していたが、短期間でどうこうなるものでもなさそうですが、もうなんか何が来ても泣いちゃう予感しかしません。12話が楽しみです。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。ライスシャワーの神回である7話8話も感想動画作りたかったですね。 よかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。バイバイ中、またお会いしましょう。